今回は、ドフラミンゴの地雷を踏みまくったベラミーに対する読者の反応を紹介していきます。それでは早速どうぞ。若よくぶち切れなかったな。地雷を踏み抜きすぎる。裕福な街だろう、何が不満だが全てだよな。全体的に治安悪かったり貧しかったりする国だらけなワンピ世界の中で、街自体が裕福って本当に貴重な勝ち組環境だったはずなんだよなこいつら。本当は落ちぶれたくなかったアウトローの大物があんたらはアウトローの誇りだぜと自分から落ちぶれてきた奴に持ち上げられる。ルフィ笑えないくらいすごい夢見て海賊やってんなベラミー。どん底落ちした貴族はそこらの夢見がちな奴らと違ってかっこいいな。そもそもノースブルー程度でまとめられたあたりで切れてそう。平和な生活なんてつまんないから海賊やりまーす。あ、でも他の連中と違って現実見てまーす。とかアピールされたら若じゃなくてもイラッとすると思う。俺は裕福な街からアウトローになりたくて出てきた。あんたは貧乏人どもの誇りだ。ぶっちゃけこれは若じゃなくても舐めとんのか。ってなるよ。とりあえずシンボルやるから頑張ってみて。よく貸してくれたなシンボル。誰かに負けたら返却しろ。負けたな。俺早く返却しろ。来るの早すぎない？負けたら自分の足で即飛んでくるわか。ファミリーには入れてないよ。黄金を冷めさせただけ。制裁したけどなんか生きてたしそれなりに強くなったから死ぬまで駒にしてやろ。敗北して本当に落ちた時こそがファミリーへの玄関入ったとこだから、仮免許みたいな感覚だったんだろうか。逆に自分と同じような境遇にはめちゃくちゃ甘い。若い頃と同じ目をしていた牢には甘い。牢に勉強を教えてる若微笑ましい。サボに対してはどう思うんだろう。貴族として生まれたけど貴族の生き方が腐ってることを自覚して自分からゴミ山に降りて暮らすようなやつ。親だこれ。親父と同じだえ。サボは父上と同じようでいて他人を巻き込まないし貴族であることをバレないようにしてたから親父ミンゴよりは賢いと思う。ホーミング星は家族を巻き込むは子供に説明なしだわ自分たちが呪われてると夢にも思ってないわで、子供の頃のサボより考えなしすぎる。家族に迷惑かけてることには変わらんからな。でも天竜人の中ではめちゃくちゃいい人というかなんで一人だけあんな感じになったのか不思議なレベルだし。明らかにまともな道徳教育受けさせられてない状態からあそこまで考えられたのは偉いとは思うよ。結果的に最悪な事態招いたが。ちょっと違ってたらいい結果になった可能性もあるな。天竜人の地位を保ったままで良心に目覚めた人はうまくいくかもしれん。だから本人が変わっても地位を捨てたら何もできなくなるって前例を知ってるのは大事ってこと。サボはなんだかんだルフたちとの生活があったからな。親父ミンゴは箱入り世間知らずのままだったからああなった。まあルフとエースに会えなかったらサボの末路も変わらんかった気がする。裕福な街から退屈だから降りてきたしノースブルーとか来たくて来たわけじゃないしお前らみたいなクズとは違うし夢見てるし。親父も別にいい人でも天竜人の行為が間違ってると思ってるとかそういうんじゃなくてある日突然思いつきで自然主義に目覚めて脱サラして山奥に家族と引っ越したみたいな感覚だからな。せめてアラバスタに行けばなんとかなったかもしれないのに。とことん現実を知らないお坊ちゃんだった。まあ天竜人って時点でそういう教育も機会もないからな。まあ間違いなく見せしめだろうな。天竜人はそういうことしても失敗するっていう。まあ自力で人間になったのは本当にすごいんだ。でもすごいからって報われるわけではないから。時代から早すぎた理想ってのが一番だな。下々への根回しとか地盤の確保とかそういうのは天竜人には無理だし。母親死んだのが若の一線超えたんだろうな感がある。切れてはいるんだけどそれ以上にうんざりしてる感じ。絶対に仲良くなれないと悟ってもう冷たい味方しかしてない。ここはルフィと同じでこいつらに切れる価値もないな。ってなってそう。地雷の上でタップダンス。地雷弦を RTA で駆け抜けるやつ。心なしか若の顔が怖く見えるな。ていうか完全にブチギレてるやん。ローがベルゴをぶった切った時と同じくらいのブチギレ顔してはる。基本ニヤニヤしてるドフィが一遍も笑ってない上に眉間にめっちゃシワ寄ってるからな。でもベラミーの気持ちわかるわ。周りのいい子ちゃんとか退屈で虫図が走るじゃん。それよりも不良は自由だし注目の的だしみんなを従わせられるし何より強いしかっこよくて憧れる。若の境遇も知らないだろうしな。不良は自由だし注目の的だしアウトローは起きてというルールで不自由なんだよな。起きてのないアウトローなんてすぐ瓦解するしな。時代劇や人気者で有名な押し替えなすってから始まる仁義を切る工場も、一言でも言い間違えたり所作に間違いがあった場合は語りとみなされて、最悪殺されるものだからな。
ワンピースの大半のアウトローもそうだけど、不良なんて自分より強そうな奴には喧嘩売らないチキンだしな。不良だから憧れたというより、ドフラミンゴがすごい奴だから憧れたってだけかな。ブラックラグーンでもクズの中でもまともに生きられないアウトサイダーは周りに厄災ばらまいて遅かれ早かれ排除されると言ってるしな。双子は哀れな境遇ではあったが、言動全部が激凛に触れてるからもうどこで起こっていいかわからないレベル。でもその結果、ベラミーは採用試験に受かった。これ事情知ってる団員とかは冷や汗かきまくりだろ。クラディウスとかはブチ切れて殴りまくる。ベルゴとかなら怒りを通り越して無感情で殴る。と思う。階層のベラミー自体が夢見がちな、そこらの海賊たちと同等のそれとは違う海賊に憧れる夢見がちなチンピラでしかないんだな。階層の、というよりはルフィに負けるまではずっとだな。厨房が学校退屈なんだ、ヤクザかっこいい、ってすり寄ってるのと同じだよな。それでも試しにシンボルを貸して役に立つなら使うって判断ができるから七部会まで這い上がれたんだろうな。とりあえず無下にしない賢さ。この場でボコボコにすんのも大人げないから、後でボコボコにできる正当な理由をプレゼントしておく。この時点のベラミーなんぞ殴る価値もないからな。夢見がちなそこらの海賊たちとは一味違う。若が一番天竜人に戻りたいっていう夢見てんのにな。平和を知らねえガキ友と戦争を知らねえガキ友との価値観は違う。若は両方経験してるから説得力が違うわ。ネタにされることもあるけど、なんやかんや名言多いよねドフィ。ここで切れたら未だに過去のことを引きずってっていうようなものじゃん。だから正当にボコれる理由を作ったけど予想外にうまくいってしまって、だからルフィに負けた時に速攻で飛んできた。ああだから空島編集版の制裁シーンすごく嬉しそうにしてたのか、ベラミー負けたらしいぞって聞いてウキウキで飛んできたのかな。ここでブチ切れられてた方が恩情まである。この時点でやらかしたらゴミみたいに扱ったろくらい思ってそう。負けてから来るのめっちゃ早かったし若ウキウキできたんだろうな。夢見がちな海賊と違う彼らがやってたことが街でバカ騒ぎするだけという。そこらの海賊は夢なんか見ず、その日その日を食っていくために海賊やってるだけのはず。なんかこう、中途半端に革命に参加する富裕層のボンボンとかってこんな感じなんだろうな。とはいえ大抵の革命側も貴族を喜んで受け入れてるし、いい教育受けてたおかげでリーダー、幹部なりの重要なポジションに座るよ。ここのドフラの顔が青筋立てて静かにブチ切れてんのがほんと面白い。しかもベラミー処刑するときはウッキウキ。それでも5500万ベリー懸賞金つくまでは負けなかったんだよね。親父と違ってすぐ挫折しない程度の才能もあるから若としたら複雑だったろうな。ベラミーが裕福な環境から転落したならまた話は違ったろうけど、自分から捨てて海賊になってるならもうアウトだ。シンボルなら貸してやるよって表現かっこよすぎる。まあこんなクソガキすぐに負けるやろ。思ったより長持ちすんなイライラ。お、誰かに負けたんか。シュバババババ雲に糸をかける音。そもそも海賊になりたかったわけじゃないし、海賊王の地位もどうでもいいって人間だからな若。だから力量はともかく、海賊としての格や気概ならドフィオかモリアの方が上だと個人的には思ってる。カイドウと戦ったモリア、カイドウの下についた若。ドフラミンゴの言動を見てるとやっぱり本質は天竜人であって海賊じゃないんだよな。幹部たちですら天竜人時代のドフィ知らないから、ドフィは海賊王狙いなことを信じきってるのがあの海賊団のいびつなところだよな。ベラミーもまさか再登場でかっこよくなるとは思わなかったからキャラの作りがうまい。